ヒロモスです。パーソナグリお伊勢さん参拝第3弾。導きの神様、サルタヒコ神社。さて、行った気分シリーズ。今回は2倍速で。大きい駐車場から境内に。こちらはサルメ神社ですが、後から説明します。芸能の神様と言われてます。この道を左に行ってすぐ右で内宮です。ニニギの御事を案内した神様です。つまり天孫降臨した神様、芦原中津国に案内した神様がサルタヒコ、つまりもともと芦原中津国にいた神様、それがサルタヒコ大御神。道案内といえば八田ガラス神武天皇ですかね。境内広くはないですが、いろいろ面白いですよ。鳥居が八角形です。場所は本当に伊勢神宮の入り口です。なぜここに猿田彦神社があるのか、大和姫の御事に猿田彦の子孫が土地を譲ったとも。拝殿貞彦造りという変わった造りをしてます。横に長いです。さてお参りしましょう。境内を一望。本当そんなに広くないんですけどね。お守りやいろいろありますね。もともと地元の神様ですからね。ご利益ありそうです。お正月の準備がされてます。御朱印はこちらでいただけます。もう一度境内を一望。こちらが小宝池です。猿田彦神社パワーストーン1、宝石。宝が乗った船にも宮水が巻きついている姿が見えて、待ち受けにすると良いことがあるとか、
ご利益ありそうです。ほんと蛇ですよね。はい、こちらが猿目神社。ご祭神は天のうずめ、猿田彦の妻であり、天の岩戸事件の時裸踊りした日本最初の巫女。さらにその後ニニギの前に立ちはだかった猿田彦にまたまた上半身裸で捧げられました。まさに絶世の美女。猿田彦神社パワーストーン2。そしてこちらが猿目神社の横にあるサザリ石。サザリ石は成長する石で、特にこのサザリ石はパワーを感じます。こちらが本殿です。時間ないじゃね。そしてこちらが猿田彦パワーストーン3。自分の小前地石柱。こちらもともと本殿があった神聖の場所。この方角を示す絵と自分の絵との文字を手のひらにやって押し付けながら願い事を願う。押し付け文字が刻印されるぐらい強く強く願う。そうするときっと猿田彦様が導いてくれます。手のひらに刻印されたらなんかもう一度お参りしたくなりました。お導きお願いいたします。さて、猿田彦と八田ガラス。八田ガラスは神武天皇を熊野から橿原に導きます。猿田彦は橿原中津国まで新居の御事を導きます。似てますよね。伊勢には猿田彦絡みのいろいろな逸話が残ってます。芦原の中津国まで案内した後この地に戻り、子孫が建立したのが猿田彦神社です。子孫の王たちが祀ってきました。もらったその後大和姫の御事が現れ、この地の五十鈴川の上流の土地を明け渡し内宮となったそうです。いろいろつながりそうですよね。ただ八田ガラスと猿田彦は同一なんて話はなく、神社もバラバラ。一度各神社の配置とか逸話とか調べてみると面白いかもですね。天のうずめとの関係も交えながら。ということで猿田彦とは必ずと言っても良いほど一緒に祀られている天のうずめ、猿目神社です。猿田彦の妻となり猿目になったとも言われてます。この猿田彦神社にもあり、芸能の神、美人の神として祀られてます。さあお参りしましょう。皆様にもご利益がありますように。天のうずめに関しては天の岩戸から猿田彦の逸話までどんだけ長生きってなりますが、やはり役職名ですよね。もともと太夫の巫女とも言われてます。巫女を神様に捧げる、もしかしたら瞳五宮のもとかもしれませんね。だから美人美女って言われてるのかも。罰当たりですいません。とにかく巫女として芸事で男曲を打開したのが天のうずめ様。刺され石はこちらです。本当にそこまで広くないですか。いろいろ楽しいですよ。
お伊勢参りにぜひ加えていただいて、神話の世界を堪能してみてください。拝殿の作り、いろいろなものの配置、なんか違和感というか、そこまで広くないのに、見る方向で景色が変わる場所です。これが歴史の積み重ねなのかも。さて、駐車場に戻りましょう。では改めて、これは絶対におすすめです。小電池、刺され石、成長を促します。そして宝石、本当にご利益がありそうです。以上、パースを巡り、大伊勢さん参拝、第3弾、導きの神様、猿田彦神社でした。よろしければ、いいねとチャンネル登録、よろしくお願いします。ヒロモスです。